こんにちは、たけです。進撃の巨人125を徹底深掘り考察していきます。今回お話しする内容は5つありまして、1つ目が聖者は死なない、あの兵士に意味を与えるまで、という最後の煽り文句の意味を考察していきます。で、2つ目がミカサのマフラーを盗んだ人物、こちらを推理していきます。で、3つ目がフロック発言の真偽と狙い、4つ目がフロックと過去の対比が面白すぎる、5つ目フロックのお前は自由だ発言の怖さということでね、それぞれについてお話していきます。コメント欄に目次も用意してありますので、お好きな話から聞いていただいて大丈夫です。まず最初ですね、最後の煽り文句なんですけれども、今回の話でリヴァイっていうのが生存していることが確定しました。ハンジがね、人畜無害の死に損ないってめちゃくちゃひどいことを言ってるんですけれども、その発言の下にですね、聖者は死なない、あの兵士に意味を与えるまでっていうね、煽りが書かれてるんですね。これ前回の解説動画でも語ったんですけれども、エルヴィンの言葉が元になってますね。エルヴィンがこんな風にウォールマリア奪還作戦の時に言っていました。我々はここで死んで次の聖者に意味を託す、この発言が元になってますよね。で、リヴァイっていうのはこのエルヴィンとジークを倒すという約束をして今生きてるわけなんですよね。でも他にもですね、そのいろんなリヴァイ班などを犠牲にしてエレンを守ったりしてるんですけれども、今回の発言に関して言うと、聖者は死なない、リヴァイは死なない、あの兵士、死んだエルヴィンに意味を与えるまでというような、話かなというふうに思います。で、この聖者は死なないですね、実はこのリヴァイ以外も含まれるんじゃないかなというのが私の、考察です。で、この聖者には誰が含まれるかというとアルミンですね。アルミンなんかはこのフロックといろいろやり取りがあったようにですね、結局エルヴィンの代わりに生きてしまった人物なんですね。で、アルミンとしては自分は生きてしまった、で、エルヴィンの代わりに調査兵団団長の頭が切れるエルヴィンの代わりにならなければっていうふうにずっと責任を感じているんですね。ということで、アルミンはですね、それを感じたまま生きている。アルミンは死なない、あの兵士、死んだエルヴィンに意味を与えるまで、エルヴィンの代わりに生きてしまった自分がですね、エルヴィンに意味を与えるような生き方をしなきゃいけないというところで、アルミンは葛藤をしているわけです。で、今ですね、そのエレンにお前頭ベルトルト状態だなみたいに言われたりして、今回もですね、ミカサにブチ切れたり眠たいとか言ったり、エレンよりコニーを追ってっていう風なね感じでね、結構冴えないアルミンなんですけれども、この後ですね、死んだエルヴィンに意味を与えるためにまだこれから活躍するというところで、煽り文句、まさに予告だったんじゃないかなっていう風に私は見ています。逆に言うとですね、この死なないというよりも死ねない運命なんじゃないかなと。リヴァイが生き残ってしまったようにアルミンというのも死ねない運命を今背負っていて、自分の何らかのね、存在意義っていうのを示さなきゃいけない、そんな状況になってるんじゃないかなというふうに思います。で、二つ目ですね、ミカサのマフラーがどこに行ったのか、こちらの犯人についてちょっと推測していきます。で、今回ですね、125はミカサがマフラーがないっていうふうに語ってるんですね。で、これ、結論から言うと、ミカサ大好き少女のルイーゼが持ってるんじゃないかなと。で、前回の124話の動画の考察でも語ってるんですけれども、124話で無垢の巨人たちと戦うミカサを見つめる少女がいたんですね。少女というか、成人した女性だと思うんですけど、これがルイーゼですね、おそらく。で、ルイーゼってどんなことかっていうと、一巻あたりでですね、ありがとうお姉ちゃんと言って、ミカサに助けられた少女なんですね。で、その少女っていうのが成長して、調査兵団に入って、今、フロックと共にイエーガー派として活動しています。こちらですね、ルイーゼですね。フロックと共にいると。で、このルイーゼなんですけれども、ミカサはエレン VS マーレ軍みたいな状況になったタイミング、28巻、29巻あたりでですね、あえてマフラーを置いていってるんですね。これ、エレン離れみたいな象徴だと思うんですけれども、こんなコマがありましたね。置いていくってことで、マフラーをあえて置いていっていました。で、これを見ている少女っていうのがルイーゼなんですね、実は。めちゃくちゃマフラーちゃんと見てますよね。で、マフラー、ルイーゼにとっては、ミカサにとって大事なものっていうのはもちろん知っている。ミカサとエレンのやりとりっていうのは知らないんですけれども、ミカサにとって大事なものっていうのは知っているはずです。ということで、このルイーゼがですね、ミカサのマフラーを盗んで今持ってるんじゃないかなというような私の推測です。で、ミカサにとってそもそもマフラーってどんなものなのか、マフラーの喪失の意味はっていうところを少し深掘りしていきます。で、マフラーっていうのはですね、以前の動画でも語ったんですけれども、二つの意味があります。一つ目がいい意味ですね。エレンとの関係であり、エレンのミカサを思う気持ちの象徴。ミカサがですね、寒いって言ってる時にエレンが巻いてくれたんですね。ということで、このミカサとエレン二人の関係を象徴するものでもあります。一方で悪い意味に捉えると、これ囚われる首輪みたいなものなんですよね。奴隷とか動物とかを飼う時に首輪つけるじゃないですか。そんな感じでですね、首に巻くっていうのは、束縛とかっていうものの象徴でもあります。で、エレンのために生きてきたミカサっていうね、そういった人生の、悪い側面の象徴でもあるんじゃないかなというふうに思います。ということで、
エレンが語ったようにですね、本来の自分を失って、ただ命令に従うために作られた一族、つまりは奴隷だ、ミカサお前は奴隷だっていうふうに語っていたんですけれども、まあ、この発言自体は、半分嘘だとは思うんですけれども、まあ、ミカサっていうのは、そういうふうにマフラーを巻かれたエレンのことをすごい信頼して、エレンのために生きてきたと。それが良くもあり悪くもあるっていうような話だと思うんですね。ということで、まあ、このマフラーがなくなるっていうのは、やっぱりいい意味も悪い意味もあるのかなと。で、エレンとの絆が切れるとか、エレンから巣立つ良好な関係の変化、まあ、アルミンとも仲違いしたので、まあ、そういう関係の変化っていうのも表していますし、まあ、ポジティブな意味では、エレンから自立するよとか、ミカサが自らの意思で行動するよっていうような、そんな意味でもあるかなと思います。で、まあ、個人的なこれ最後願望になっちゃうんですけれども、エレンがですね、ミカサにマフラーを巻く状況をもう一回訪れないかなというふうに期待しています。まあ、ミカサがですね、また孤独とか寒いとか困ってるような状態にエレンがやってきて、そんなもん何度でも巻いてやるっていうようなね、発言を以前していたので、また巻くような展開があったら非常に胸熱だなというふうに思っています。で、これがミカサのマフラーがどこに行ったのかという話でした。で、残り3つですね、フロックについて話します。もうフロック今回めちゃくちゃ好きになったんですよね。ということで、まあ、フロック発言の真偽と狙いというところでね、話していこうと思います。で、今回の125話のフロックなんですけれども、明らかに嘘を言ってるし、ジャンたちを心理操作しようとしてるんですね。で、フロックの発言まとめてみると、まあ、こんな5つのことを言ってます。1つ目が、エレンから10ヶ月前に計画を聞いた。で、反マーレハ義勇兵に寝返れって言ってます。で、島の中の遺恨は消え去るし、ジークは死んだ。さらにジークがリヴァイとハンジーを殺したっていうふうに言ってるんですね。で、この中で明らかな嘘ありますよね。明らかな嘘。壁内の人類の遺恨をなくすって、まあ、これ全然、厳しそうですし、ハンジとリヴァイが死んだって、死んでなかったですよね。今回125話の最後で分かった通り。ということで、フロック明らかに嘘言ってるんですね。しかも、遺恨なくすって言ってるそばからね、この遺恨の原因となるような、反マーレハ義勇兵を殺してたりするんで、まあ、こいつ何考えてるんだみたいな感じなんですね。で、ハンジとリヴァイが死んだことに関しても、リヴァイが瀕死状態で、そのリヴァイを助けるためにハンジが川に飛び込んだのは見ています。こんな感じでですね、俺も脈ぐらい測れる、見せてくださいっていう風にね、ハンジとリヴァイのところで、ね、駆けつけたんですけれども、まあ、この後ハンジがこう、リヴァイを背負って、川に飛び込んでいったんですけれども、まあ、それで、本来その状況だけを言うのであれば、消息不明っていう風に言うべきなんですね。アルミンたちに対して、あいつらは死んだではなくて、消息不明だっていう風に言うべきです。まあ、何よりハンジは明らかに死んでないですよね。ということで、フロックは意図的にこう嘘を言ってるんですね。で、さらにこの、ハンジとリヴァイをジークが殺したっていう風に言ってます。で、これは、じゃあ結局なんで嘘をついてるのかっていうと、まあ、ジャンたちと、そのジークを信仰する反マーレハ義勇兵っていうのを、ま、敵対関係にするためかなというふうに思います。まあ、ジャンはですね、まあ、おにゃんこぽん側の気持ちにも同情してたりするので、まあ、そんなジャンの気持ちを変えるために、あえてこうね、嘘で大げさなことを言ってるというような感じがしますね。で、今のこの嘘つきフロックという観点から見ると、他の発言も結構疑ってかかるべきかなと思っていて、まあ、エレンからその10ヶ月前に聞いていたっていうのもどこまで本当かなとか、どこまで聞いてるのかなっていうのが気になりますね。というのはもともと、エレンだとフロックっていうのが、こうなんか、なんだろうな、裏側で繋がって、それを元にして、エレンとイエレナの密会っていうのが成立したんですね。で、そのタイミングで、イエレナがエレンに安楽死計画を言ったはずなので、まあ、その後にエレンからいろいろフロックが聞いて、で、いや、エレン実は、お前に協力してほしいんだ、みたいにフロックが言われたのかな、みたいなところで、まあ、この辺もですね、ちょっと怪しい部分があるかなと。あとは、ま、ジークは死亡したっていう風に言ってるんですけれども、これもわかんないですね。今、ジークの安否っていうのは不明なんですけれども、まあ、今回の発言、フロックがジークは死亡したって嘘つきフロックが発言してるので、逆にジークが生きてる展開になるんじゃないかなっていう、まあ、メタ的なですね、推理もできます。で、まあ、リヴァイの役割、先ほど言ったように、リヴァイがエルヴィンに意味を託すための役割というのもあるので、やっぱりジークは生きてるんじゃないかなという気もします。で、あと気になるのがフロックですね。124話で壁の崩壊で実は死にそうになってたんですよね。俺が壁の崩壊で死にかけてる間、巨人討伐を指揮してたらしいな、じゃんっていう風に言ってるので、まあ、この辺考えるとね、こうフロックの発言どこまで本当なのかなっていう、なんか焚きつけるために結構嘘だったり大げさなこと言ってるだけなんじゃないかなっていう感じがしますね。で、そんなフロックなんですけれども、過去の対比が面白いです。まあ、ジャンとフロック、アルミンとフロック、エルヴィンとフロックをですね、こう対比していくとめちゃくちゃ面白いので、ぜひここはですね、まあ、気にかけてほしいところです。で、ちょっとすいません、水休憩をさせてください。はい。ということで、ジャンとフロック、アルミンとフロック、エルヴィンとフロック、それぞれについてお話していきます。まず最初ですね、ジャンとフロックなんですけれども、まあ、ジャンとフロックって実は発想が結構似ているんですね。で、ジャンは、壁外人類がすべて消え去れば、すべての遺恨が消えるっていう風に、
言っています。124までですね、エレンの目論見というのが判明したときに、壁外人類を皆殺しにするとは思わなかったが、まあ、遺恨は消えるっていうふうに語っていました。で、今回の125は、フロックもですね、似たようなことを言ってるんですね。島の中の遺恨を完全に消し去る。俺はエレンの代弁者だ。エレンが島の外の問題を完全解決するなら、俺も島の中の遺恨を完全に消し去ると言ってるんですよね。これめちゃくちゃ発想も発言も似てますよね。で、実はこのフロックとジャンなんですけれども、以前にも似たような描写がありました。エルヴィンの代わりにアルミンが生き残ったこと、これに対してフロックがこんな発言をしてるんですね。エルヴィン団長なしでこれからどうするつもりなんだよ。それは俺みたいな雑魚を使い捨てるしか、使い道もないだろうがな、そんな雑魚になってな、寝踏みする権利ぐらいはあるだろうっていうふうにフロックは語ってるんですね。で、これを見てジャンはっみたいな感じで何かを気づくんですけれども、これどういった意味かっていうと、巨人の力を手に入れたてのエレンにですね、本当初期の頃、5巻とか6巻あたりの話で、ジャンがこんな一言を言ってるんですね。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかどうかはなっていうふうに言ってるんですね。ということで、まあ、発想に似てますよね。寝踏みする権利ぐらいはあるだろうっていうフロックに対して、きっちり寝踏みさせてくれよというね、ジャンのね、実は以前の発言があったという感じで、まあ、つまり非常にジャンに近い考えだし、まあ、ジャンが振り切ったような考えをした状態というのが、まあ、フロックですね。で、うがった見方をすると、フロックはジャンのなんかあり得た姿かもしれないし、ジャンが選ばなかった人生かなっていう感じもしてしまいますね。で、もう一個ついでに言っておくと、この、今回の話でですね、フロックが親しみを込めて、こう、こんな一言言ってるんですね。内地で快適みたいなこと言ってるんです。なあ、じゃあ、お前は憲兵になって、内地で快適に暮らしたかったんだろう。そうしろよ、お前は英雄の一人なんだから。終わった。だからもう昔のジャンに戻れよ。いい加減でムカつく生意気な野郎にっていう風に語ってるんですね。まあ生意気な野郎にみたいな感じで、これまあ、実はフロックとジャンっていうのは同じ104期生なので、ジャンの昔の頃を知ってるんですね。で、ジャンが確かに訓練兵時代にこんなこと語ってました。やっとこのくっそ、息苦しい最前線の街から脱出できるからだ。内地での安全で快適な暮らしが俺たちを待ってるからだろうがっていう風にね、こう憲兵団に入る、俺の人生は安泰だ幸せだみたいに語っていたね。この発言っていうのがね、こうブーメランのようにね、なってると。憲兵になって内地で快適に暮らしたかったんだろうってね、このタイミングになってフロックに言われるんですね。これもまさにこう悪魔の甘い誘惑のような感じですよね。お前はもうこのままでいいんだよっていう風にね、フロックは語っているように感じます。で、これがジャンとフロックが似ているよという話と、次アルミンとフロックですね。このアルミンとフロックも実はちょっと共通したところがあって、フロックにですね、なんでアルミンお前が生き残ったんだっていう風に以前エルヴィンが死んだタイミングで、アルミンは言われるんですけれども、その時にアルミンは、いや僕が生きてしまったのは間違いだった、フロックの考えが正しいっていう風に語ってるんですね。エルヴィン団長が生き残るべきだった、この状況を変えることができるのは僕じゃない、フロックが正しいっていう風に語っていたんですね。で、アルミンといえば、その、世界を変えるとかっていう発言で言うと、やっぱり印象的なのが、人間性すらも捨てられる人が世界を変えられるってエルヴィンのことを思ってですね、言っていたシーンがありました。つまり世界を変えるには、人間性を捨てる悪魔にならなきゃいけないっていう風な考えを持ってるんですね。で、同様にフロックの方も考えは一貫していて、巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。だからエルヴィンを生き返らせろっていう風にね、こう語っていました。で、結果的にエルヴィンっていうのはまあ生き返らなかったので、今現在、次の悪魔候補というか、まあそういう頼る先としてエレンを頼っているような状況なんですね。ということで、まあ、実はこのフロックとアルミン、二人の基本的な考え方って非常に似ていて、悪魔的役割を背負った人物が状況を変えられるっていう点で一致してるんですね。で、フロックの方はそれを信じて、エルヴィンを一回信じてダメだったけど、まあ今回エレンを信じて進撃し続けていると。で、一方でアルミンは、いや、そういう風に確かに悪魔的な役割を背負った人物だけが状況を変えられるんだっていうことを理解しつつも、あ、自分じゃなく、そんなエルヴィンじゃなくて自分が選ばれてしまったっていう風に、感じているので、自分が復活したこと、これに悩んでいるような状況なんですね。ということで、まあ、フロックとアルミン、元となる考え方は似てるんだけれども、その現状においてですね、ちょっと違いが生じているという話でした。あとはまあ今回ちょっと余談なんですけれども、状況分析も対照的だなと思っていて、フロックが壁内の遺恨は消え去るって言ってるのに対して、アルミンはですね、島の中の争いが繰り返されるっていう風に言ってるんですね。まあこれコニーを助けに行く方便でもあるとは思うんですけれども、こんな風に語っていますね。9つの巨人の継承をかけた問題が消えるわけじゃないから、最悪なのはこの巨人の力をめぐって争い続けた2000年の歴史を繰り返すことだ。この小さな島の中でということで、まあ、フロックなんかはもう遺恨は消えるって言ってるんですけど、ある意味はいや、そんなことはないと。またちょっとした憎しみから、争いというのが生まれてしまうっていうところで、まあ、ここら辺が、状況分析が対照的だなという風に思います。
最後ですね、エルヴィンとフロック、こちらもですね、こう見ていくと非常に面白いです。でフロックに、歯向かう反マーレ派義勇兵、こちらを今回フロックはこう殺害してしまったわけなんですけれども、その殺害の際にですね、こんな風な発言をしていました。彼に敬意を、義勇兵の誇りを貫いた、でも誇りに死ぬことはない、いいじゃないか屈したって、っていう風にね、なんとも言えないフロックのいつもの顔で言ってるわけなんですけれども、これ明らかにエルヴィンを意識した発言ですよね。エルヴィンがですね、こうウォールマリア奪還作戦の時に最後突入っていうジークに対して、こう新兵たちの命っていうのを犠牲にして勝ち取った勝利っていうのがあるんですけれども、そのタイミングでフロックたちにこんなことを言ってるんですね。フロックが、どうせ死ぬなら最後に戦って死ねということですか。そうだ、いや、どうせ死ぬならどうやって死のうと、命令に背いて死のうと意味なんかないですよね、全くその通りだって言って、で我々はここで死んで次の聖者に意味を託すんだっていう風にこうエルヴィンが言って、うおーっていう風にこうみんなが突撃していくわけですよ。でこれエルヴィンの発言って結局、誇りに死ぬのは意味のあることだっていうような意味じゃないですか。でそのエルヴィンの発言っていうのを完全に否定したのが、誇りに死ぬことはない、いいじゃないか屈したってっていうね、このなんとも言えない顔で言ってる一言なんですね。誇りに死ぬことはない、いいじゃないか屈したってっていうのがね、このエルヴィンの反応に対する、言葉に対する完全な否定となっていますよね。で、まあ、今フロックがこんな風になってしまったのって、完全にこのエルヴィンの発言と、まあ、偶然自分だけが生きてしまったこと、ここからまあ、生きる使命とか意味っていうのをしっかり見出そうとしているので、まあ、ちょっと狂心的にエレンに従っているというような状況があると思います。まあ、さらに言うとですね、この一度はですね、エルヴィンに歯向かおうとしてるじゃないですか。死んだって意味ないですよね、みたいに言ってるの、これフロックなので、そんな状況だったんですけれども、結局エルヴィンの言葉に心を動かされて、まあ、立ち向かってしまったわけですよ。まあ、そういうエルヴィンの詐欺師的なね、詐術に影響されて立ち向かってしまったっていう後悔もあるんじゃないかなと。で、今回その、フロックが逆にそのエルヴィンが使ったようなね、話術っていうのを使って人々をこうコントロールしようとしてるのも、まあ面白いところですね。こんな感じで、まあフロックと過去の人物、ジャン、アルミン、エルヴィンなんかを対比していくと非常に面白いです。で最後ですね、フロックの語る自由について少しお話しします。でフロックの今回のもう MVP 的な顔がですね、これですね、自由だよ、もうお前らは戦わなくていい、好きに生きていいっていう風にね、満面の笑みで言うんですね。すがすがしい笑顔ね、もうすごいですよね。でこれジャンからすると、これジャンに向けて言った言葉ですけれども、ジャンからするとこう地獄のような発言ですよね。もう目の前で反マーレ派勇兵がバーンって殺されて、まあ、さらにその後、まあ、世界中の人々の犠牲、代償の上に自分たちの自由、自分たちだけの生存というのが成り立っているんだというふうにジャンは理解しているので、いやお前ら自由勝ち取ったよ、よかったなっていうの、いやいやそんななんかよかったって言えるのかなみたいなところでジャンはこう悩んでるんですね。で、まあ、一方で確かにフロックの言ってることも一理あって、ジャンがずっと抱えてきた人を殺す葛藤とか、マルコと約束したやるべきことをやるっていう、お前はやるべきことをやるんだっていうね、そんな重圧から解放されるっていうところで、まあこの言葉っていうのを受け入れてしまえばいいんだけれども、まさに悪魔の誘惑だなっていうふうに思います。で、ちなみにフロックの意図、なんでこんなふうに言うのかっていうと、まあ、反マーレ派義勇兵に肩入れするな、ジークは敵だっていうような意味と、あとはまあ、もう動くんじゃない、引っ込んでおけっていうようなね、こう、ジークたちに、動いてほしくない、自分のコントロール下に置きたいっていうような気持ちが、ジャンたちをですね、コントロール下に置きたいっていう気持ちがあるんじゃないかなと思います。で、フロックは自称エレンの代弁者なんですね。この自由っていう言葉は、エレンがフロックに語ったのか、エレンとフロックの語る自由は同じかっていうところはですね、非常に気になるところですね。まあ、エレンとフロックの回想とかっていうのはまだ今後描かれるはずなので、一旦この点についてはあまり考察はしません。で、お前は自由だみたいな今回の発言なんですけれども、この発言過去にも類似した発言があるんですね。まず一つ目がグライス。もうこれ昔の話なんで覚えてないと思うんですけど、グリシャの回想でですね、グライスっていう、まあ、反、エルディア人権復権派が、グロス総長という人に、こう、落とされて、巨人になってしまう、巨人から逃げまとうシーンですね。お前は自由だって言われて、こう、落とされるシーンがあるんですけれども、これ明らかに自由じゃないけれども、お前は自由だって言われてますね。で、同様にですね、30巻あたりで描かれた、始祖ユミルの回想、この中でも、始祖ユミルが、初代フリッツ王に追放された時に、お前は自由だっていうふうに言われてるんですね。で、この後ユミルっていうのは、まあ、王の配下、兵士たちに、まあ、ハンティングされているような絵が描かれているんですけれども、まあ、そういったシーンがありましたと。で、さらにもう一つ言うと、情熱大陸っていうテレビ番組で描かれていた、進撃の巨人最終コマの予定ですね。こちらでも、誰かが赤子を抱いている写真で、お前は自由だっていうふうに語っていました。ということで、お前は自由だって発言ね、非常に重要だと思っています。で、この自由だって、まあ、まさに呪いのような言葉で、今回の、
このフロックのジャンへのお前は自由だっていう発言もまさに呪いなんじゃないかなと。この誘いによると、まあ、当然ながら自由にはなれない、そんなエンドが待ってるんじゃないかなと。まあ、ジャンはもちろん乗らないとは思うんですけれども、この時のようなね、お前は自由だとか、お前は自由だみたいなね、状況になってしまうんじゃないかという、私の予想です。ということで、まあ、フロックの語る自由が怖いよという話でした。まあ、こんな感じでですね、私は進撃の巨人に関する動画をいくつか出していて、で内容の整理に関しては前回の動画でこんな感じで勢力図を使ってやっています。で今回お話しきれなかった、話っていうのはまあ他にもたくさんあって、ヒッチが兄をかくまった理由とか、兄の出生の秘密、兄と対比されるエレンとライナー、カヤのガビへの承認とか、サブタイトルの夕焼けの意味などですね、こちらに関してはまた別の動画で語っていこうというふうに思います。ということで、まあ試しに動画をこう10個丸ごと話さないで分割して話してみたんですけれども、どうでしょうかね。1動画でもうちょい40分ぐらい長くてもいいよっていう意見もお待ちしています。まあどちらがいいかちょっとコメントいただけると嬉しいです。ということで、まあチャンネル登録、いいねなどしていただけると、次の動画を撮るモチベーションになるのでよろしくお願いします。それではまた。